どうもシュートです。さあ今回も e フットボールアプリの動画撮っていきますけれども、今回はですね12月26日月曜日から登場したこちらのシャイニングスターズ、まあナショナルチームセレクションですかね、これの当たり選手ランキングの動画の方を撮っていこうかなと思います。まあこのガチャに関しては配信でね、まあみんなで見ていきましたけれども、まあちょっと一見渋そうにも見えましたけど、まあガチスカで使える選手とかいい選手もまあ割といたんで、まあちょっと引くか迷ってる方ね、ぜひ最後まで見て参考にしていただければいいかなと思います。で評価はいつも通りこんな感じとなっておりまして、あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺はご理解ください。では今回もちょっとイーフトハブのアプリを使って見ていきますね。まず10位から見ていきましょう。ではまず10位ですね、フェデリコ・バルベルデ選手ということで、身長182センチ、右利きのボックス2ボックスの選手ですね。まあこの選手に関してはやっぱり右ウィングとかで登場してる週刊 FP が強すぎて2つ登場してますけど、まあその2つと比べてもやっぱり見劣りはするかな。能力値的には同じようなドリブルとかスピード瞬発力を持ってて、決定力がね10ぐらい違ったりするんで、まあさすがに負けてるかな。ただまあ使用感的には全然悪くないですし、攻撃守備両方できて、まあ上がった時に根幹も持ってるんで、決定力低くてもある程度は決めてくれるし、ワンパスループあるんでパスも上手いと。まあ今シーズン結構活躍してますし、まあそれで好きになった方もね中にはいると思うんで、まあそういう好き補正で使うのはありかもですね。まあ TS100G こんな感じの能力で、まあキック力とかも相当高いんで、まあ中盤にいたら本当に助かる選手にはなってると思います。では次9位ロドリ選手ということで、身長191センチ、右利きのビルドアップのセンターバックということで、普段はアンカーなんですが今回はビルドアップでセンターバックで登場してますね。まあ普段センターバック適性薄いんで、まあ CB も使えるっていうところはいいんですけど、やっぱロドリはアンカーだからこそ、まあ、強かった部分もあると思うんで、まあちょっとその点今回は微妙なのかなと。もうちょっと瞬発力とかがね上げれたら、まあワンチャンセンターバックやらしても良かったんですけど、このスピ瞬で、まあ、センターバックにしては最低限の守備能力ならまあ使わなくはなるかな。まあ足元能力とかは高いんで、まあ事故りにくさはねあると思います。まあ、ワンパスルパも持ってるし、マンマークインターセプトもしっかり持ってるんで、スキルはね非常に優秀なんですが、足の速いフォワードっていうのも増えてるんで、まあ、そういう選手にロドリが対応していけるかどうかって言ったら微妙なんでね、まあ9位ぐらいがいいんじゃないかなと思って9位にしました。はい、じゃあ次8位、ブルーノ・フェルナンデスですね。身長181センチ、右利きのチャンスメーカーということで、まあ、この選手に関しては右ウィング本適性になってるんで、まあ、いつもより能力を上げれるかなっていう感じはありますね。まあ、この能力の振り方だとオフェセントフライパスがめちゃくちゃ高くて、キック力とスタミナも高くて、まあスピシュも最低限という感じで、まあ操作性的にはそんなに気になるほどでもないし、やっぱ中盤で使うのがメインになると思うんで、まあ結構使いやすいんじゃないかなと。ワンタッチパスとスルーパス持ってるし、アウトスピンキックとかアシュラコントロールも持ってるんで、非常に操作性は良さそうですね。でまあ TS100G だったら大体こんな感じの能力で、本当に能力はねめちゃくちゃいいんすよ。ただまあスピード瞬発力の遅さからちょっと使う人が少ないのかなってイメージはありますね。まあこれが前に登場してた習慣のやつですけど、まあ習慣のやつよりも好きなように育成できるんで、スピード瞬発力とかもね最低限上げれるんでいいかなと思いますし、これなんか画像はバグってますけど、ブルーのパックのやつなんですけれども、まあ総合値はこっちの方が高いですけど、能力的にはねスピード瞬発力とかも考えたら全然今回の方がいいと思うんで、まあ今回ブルーの右ウィングになってるんで、まあ結構強いのかなって感じはしますね。では次8位ですね、アントワーヌ・グリーズマン選手ということで、身長176センチ、左利きのチャンスメーカーですね。まあ普段は2列目からの飛び出しの選手なんですけれども、今回はチャンスメーカーで登場して、まあ今まで通りスーパーサブも持ってる選手ですね。まあこの選手に関しては週刊とかも登場してるし、フランスパックでもね最近登場してるんで、ただまあ全然弱くなってるわけでもないし、今回は確かオフェンスセンスが結構高かったんで、これは TS100G にね能力振ってるんで、まあその点は結構 CF とかで使いやすくなってんのかな。ダブルタッチ持ってて、まあ根幹はないですけど、まあスーパーサブの他にスルーパスとかも持ってるんで、まあ左利きのスーパーサブとしてベンチに置いておくのは全然ありかなと。まあこの週刊のやつと比べて自分好みに育成できるんでね、ドリブルの数値とかも結構上げれるんで、まあそこはいいかなと思いますし、まあこの2列目のやつに比べてもそんなに能力変わらないんで、まあ割とグリーズマンは良かったのかなって感じはしますね。では次6位、ガクポ選手ですね。身長189センチ、右利きのラインブレーカーということで、まあ以前週刊で登場してたガクポと比べると能力はね若干劣ってるんですけれども、まあ今回はラインブレーカーで、前回はリンクフォワードなんで、まあそこはちょっと違うかなと思いますね。でまあ能力的にはそこそこフィジカルあって、ドリブル能力もあって、スピシュもあるみたいな、まあある程度使用感はいいタイプになってくるんじゃないかな。まあ1試合ぐらい配信で使いましたけど、まあ2ゴール上げれて全然悪くはなかったんで、ライブアップでさえ良かったら全然使ってもいいのかなってレベルではありましたね。まあダブルタッチ持ってるし、コントロールカーブあるし、足裏コントロールあってドリブルもしやすくて、まあ割と何でもできるラインブレーカーとしてベンチに置いといたり、ライブアップでいいシュー使うのは結構ありだと思うんで、 TS100G だと大体こんな感じで、まあ90超えはないですけど、まあ結構この育成だと使いやすかったんで、ぜひ真似していただければいいかなと思います。ただまあこのガクポ持ってるならね、さすがにこっちの方が圧倒的に
強いと思うんで、まあこっちの方がいいかなと思います。はい、ではここからは S 評価5位ですね。まずクルトワ選手ということで、身長199センチ、左利きの守備的ゴールキーパーということで、まあこの選手に関しては安定して強いかな。まあ以前のベルギーパックのクルトワの方が正直強さはあるんですけど、まあ全然今回のでも悪くはないかなと。まあスキルはちょっと微妙なんですが、これが TS100G だと大体こんな感じの能力で、まあクリアリングだけ90乗せるって感じで、まあこの766の育て方が、まあ無難に強いんじゃないかなと。まあクルトワ欲しかった方にとっては、まあ別に悪くない機会かなと。はい、じゃあ次4位ですね。アントニオ・リュディガー選手ということで、身長190センチ、右利きのハードプレスのセンターバックということで、まあこの選手に関してはさすがに指名契約権のね、前に登場してた、みんなが使ってる95のリュディガーの方が、そりゃ強いんですけど、まあ今回のでも全然悪くはないですよね、正直。まあ守備能力は若干物足りないですけど、スピードあるし、フィジカルも高いしって感じで、まあマンマーク、インターセプトとか、ヘッダー、エアバトルも持ってるんで、まあいろんな面で安心して使えるセンターバックですかね。TS100G だと大体こんな感じの能力で。まあこれ見たら本当に安心できる能力で、使おうかなって思う人もね、多くなると思うんで、まあぜひ持ってなかった人は取ってほしいかなと。はい、じゃあ次3位ですね。ベリンガム選手ということで、身長186センチ、右利きのボックス2ボックスということで、まあこの選手に関しては能力はね、10位で紹介したバルベルデとかとあんまり変わんないですけど、やっぱ特殊ダブルタッチできて、でまあアウトスピンキック持ってたりと、いろんなスキル優秀なんで、まあその点めちゃくちゃ使用感がいいんですよね。ただやっぱりイングランドパックのやつと比べると、初期の能力は全然変わらないのに、レベル上限が7ぐらいね、今回のやつは低いんで、さすがにイングランドの方持ってる人は狙わなくていいし、圧倒的に介護官になってしまってるんで、まあ他にも今回のガチャで欲しい選手がいっぱいいて、まあ900コインでベリンガム買うより、まあ今回のガチャ引きたいなって思った人は、まあこっち狙うのもありかなと。ただまあ個人的にはイングランドの方ゲットしてほしいですね。そっちの方が圧倒的に強さは感じれると思います。これが TS100G になったら大体こんな感じの能力で、まあ攻守にわたってね、普通に貢献できる選手なんで、まあこのね、ベリンガムでも悪くないですけど、本当にイングランドの方を個人的には獲得してほしいなと思います。はい、じゃあ次2位ですね。リシャルリソン選手ということで、身長179センチ、右利きのリンクフォワードということで、普段はウィングストライカーで登場してますが、今回はリンクフォワードになりましたね。まあ週刊 FP で来てるやつはボックスストライカーでしたけど、まあその週刊のやつよりかは普通に強かったし、能力普通にめちゃくちゃいいんですよね。足も速いし、ドリブルできるし、体も強いんで、結構今の環境で戦っていきやすい選手かなと。で、ダブルタッチ持ってるし、まあコンカーないですけど、アウトスピンキック持ってたり、ワンシューも持ってるんで、全然マジで普通にやれそう。これが TS100G の能力だったら大体こんな感じで、まあ全部平均してめちゃくちゃ高いですよね。まあこんなにドリブルいらないですってなったら、まあもうちょっとスピード上げるなり、フィジカル上げるなりっていうのも全然ありだと思うんで、まあ配信の時はあんまり注目してなかったですけど、今回結構目玉になってきてるんじゃないかなと。ただまあコンディションの波が普通なんで、そこはちょっと気にしないといけない部分かな。まあこの週刊リシャルリソンよりかは個人的には強いと思いますし、まあブラジルのやつだったらこんな感じで、まあさすがに能力はブラジルの方が高いですけど、まあリンクフォワードの方が使いやすさはあるとは思いますね。ではラスト1位ですね。ロドリゴ・デパウル選手ということで、身長180センチ、右利きのボックス2ボックスですね。まあ普段の通常とかアルゼンチンパックのやつは2列目からの飛び出しで登場しましたけれども、まあ今回はボックス2ボックスで、まあ今回のガチャで唯一、まあ過去最強選手ですね。さっきまで紹介してた選手たちは過去最強ではない選手が多かったんですが、アルゼンチンパックと比べて上限が1だけ上がってるんで、まあ一応過去最強。でまあ B2B なんで無印 OMF で使えるところであったり、まああと CMF に置いた時に2列目だったらちょっとね微妙ですけど、B2B だったら守備もしっかりやってくれるんで、まあそこも今回の方がいいんじゃないかなと。でまあドリブルできるし、パスもめちゃくちゃうまいし、スピシュもぼちぼちあって、フィジカルもいい感じで、まあ決定力低いですけど、コントロールカーブ持ってるんで、まあごまかせれるかなと。まあこれが TS100G の能力で大体こんな感じで、まあめちゃくちゃ使いやすい中盤になってるんじゃないですかね。この育成相当強いと思うんで、ぜひ真似してみてほしい。まあ本当今回の超目玉枠と言っていい選手だと思うんで、実用性があるというか、まあ毎週スカットに入れれるタイプの選手ですかね。はい、それでは今回ここでシャイニングスターズの、まあ、当たり選手ランキングの動画の方終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ総じてまとめると正直渋いかなとは思います。ただまあ始めたての方であったり、あんまり被り選手がいないですって人にとってはね、いいガチャにはなってるかなと思いますが、やっぱりパックに登場してる選手がほとんどなんで、まあ余裕があるならパックを買った方がいいかなと。正直ね、おすすめはちょっとしにくいガチャになってるかな。まあ本当に基本的にはスルーでいいかなと思いますね。もうぶっ壊れ選手が来た習慣とか、まあエピックにコイン置いとくのはありかなと思います。それでは今回ここで動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。